さて、それでは今回もモンスターレース2やっていきたいと思います。前回このセントシティというところに、船に乗ってやっと来れたと。ちょっと振り返ると、そうですね、タンスを直して、直したことにより、村長さんが、町長さんやったかな、違うな、地主やったな地主がチケットをくれて、そのチケットでこちらに来たと。60万円のチケットやったかな。そんな豪華客船乗らんでもいいと思うんですけど。そしてセントシティ、こちらにはなんちゃら団みたいな、人たちが、サグミやったかな、確か。サグミのメンバーになりませんかっていうことで、ここでまあサグミとの対決になるかなというところで終わってたんですけども、ちょっと回りました。で、まあ、この人からは僕はアイテムをもらってます。それがこれ、名前を書いて本部に出すと漏れなくサグミのメンバーになれるよということで、申し込み書をもらってサグミに入るというところになってます。なんでそうなったのかもよくわからないんですけど、でこのマップ、この街ね、まあ、ざっくりとは四角ではあるんですけど、めっちゃ広いし、ちょっと迷いすぎる。大変だったので、まあちょっとその、家一軒一軒回ってね。で、まあ、サグミが怖いよとか、それからサグミなんとかしてほしいよとか、そういった話を聞いて回り、で、そのために今回このチケットをもらって、申し込み書か、もらって、サグミの、ボスのところに潜入するっていう感じかな。で、なんかこの辺に草レース場があっても、これやっぱわかんないですよね。マジでこのマップ全部一緒に見えるんよね。で、そこで、レベル上げしました。めちゃくちゃやりました。3時間ぐらいやったかな。やった結果がこちらですね。意外と上がらない。レベル5ずつぐらいそれぞれ上げれたかなーっていう感じかな。で、ちょっと調べて分かったのは、結構レベル上げないとこのモンスターたちって進化しないんですよ。で、トルポンゾーって前回ちょっとなんか気色の悪いモンスターもらいましたけども、かけレーサーを4人倒したらあげるぞみたいな。で、そのトルポンゾーを進化させました。前回の時はなんかちょっと女の人みたいな青色のモンスターやったかな、だったんですけども、こちらどうやって進化させたかというと、こういったアイテムがあります。これはポケモンにもまだないと思う進化のもと、小さな瓶に入っているモンスターに小さな瓶に入っているモンスターにかけて進化させるということで、これを使うと次の進化に進めることができると。で、このメンツで言うと、道化師が実はあとレベル10ぐらい上がったら進化するらしいんですけど、さすがにちょっとレベル10っていうのは道のりが長いので進化させてみます。これが進化の元の凄さ。あーっと、道化師がプルプル触れているぞということで、ちょっとね、見た目が、は？どうなってるこれ？どれが？道化師はカラクリンに進化しましたということで、精密な部品でできている、とてもデリケート、壊れてしまうと修理が大変。え？いいの？今ので。進化したことで多分適性が、バランスが星になったんかな？ぐらいやね。あれ？意外とそうでもない。道化師だけは能力積みまくってて、実際は道化師って多分スピード40とか35ぐらいしかないんですけど、薬をもう使いまくって。だからこの、なんとか屋さん？この、今街に毎回ありますよね。こうなんかデパート、これや。横島屋さん、横島屋グループには本当お世話になってますよ。ここで買い物いつもしてるから、これからも頑張って商売してほしいですね。さあ、それでは話進めていきたいと思います。ここかな。匠の棟梁俊様の家。お、今は大事な会議の最中だ。用がないなら帰ってくれ。ん？それは申し込み書。今、俊さんが話している内容を聞けば、たくみの素晴らしさを知ることになるだろう。さあ、入りなさい。おう。結構自由に動ける。というわけで、
オネストタウンにいるカキという小僧を、カキという小僧ね。何が何でもサグミのメンバーにするんだ。そしてカキをベリーベストカップに出場させ、活躍してもらう。強いんや。そしてカキの活躍を見た世界中の人々が、サグミの素晴らしさを知るのだ。そうなればサグミのメンバーはどんどん増えるぞ。問題は、どうやってカキをサグミのメンバーにするのか。チュンさん。ヒソヒソ。本当か。はい。カキにはたった一人の可愛い妹がいるそうだ。おー。そいつをさらっちまってカキを脅せば、ガハハハ。ん？お前、シルバタウンで俺の邪魔をしてきた小僧。畜生、また邪魔をしようとしようってのか。お前ら、オネストタウンへ行け。急げ。ほら、早くしろ。ということで、戦闘してきたばっかりなんですけども、これオネストタウンに行くパターンね。今度ばかりは邪魔させねえぞ。まあその前に北にある迷いの森で迷っちまってオネストタウンに行くことすらできねえだろうがな。これってもしかしてあれ？あ、じゃあコラ勝手に入ってくるの？北に行くってこと？じゃあ。迷いの森やって。この先の森は複雑よ。迷わないようにね。この森を抜けるとオネストタウン。この建物の向こうはセントシティ。もう洞窟ですら毎回迷うのに。どうして先に進みたきゃ俺とレースだ。でもじゃあこっちやん、道。出るとは思うよね。めちゃくちゃレベル上げしたからね。言うて。うん、なんとか、いけた。ほんまにレベル上がらんよね、このゲームね。喜ぶのはまだ早いぜ。この先にはまだまだ何人も仲間がいるんだ。うん。いいよ、ランクも上がるし。逆にその仲間を辿っていった方がいいんかな。かけらを集めてるなら俺とレースをした方がいいぜ。あ、かけら集めんの？この人勝たなあかんの？長かったー。なんかもらえるんかな。魂のかけらってどういうこと言った？セントシティのアパートの3階に住む女の人に渡してみな。いいことが。セントシティの3階？セントシティ？あ、ちょっと一回戻るか。さあ、置いてきました。どうでしょうか。あ、もうダメですね。実は何度か試してるんですけど、魂のかけらというものが、ない。多分全部集めたらそれを魂のかけらと呼ぶのか、魂のかけらというアイテムがあるのか、先のおじさんはヒントくれただけですね。結構迷いの森というか、対戦が多い感じもするけど。あ、ウェルター級になった。めっちゃ長かった。もう絶対カットやと思うけど、すごかったなぁ。ようこそジャングルの街オネストタウン。いやー、また洞窟行かされたぞ。さっきの怪しい集団を見かけたルンバ。おカキ君の家の方に向かって行ったルンバ。ここは預かり所、ミックス屋もございます。キさんはこの街で一番のモンスターレースがうまいルンバ。ベリーベストカップにそれ出ればいいのにってみんな言ってルンバ。ルンバ、カキの家、カキの家ならここを登ってぐるっと行ったところ。ここを登ってぐるっと行ったところ。社長の家？州長の家。こんにちは、誰かおる。州長さんは最近悩んでるサンバ。この街を不幸にする人がやってくるらしいサンバ。サンバとルンバがいるのね。州長さん、何か嫌な予感がする。おー、まあそうでしょうな。あいつどこへ行ったんだ。
もう家に帰ってきてもおかしくないのに。誰だ？え、カキ？ウネストタウンのカキは僕だけど、あ、そうなん？なんだって？サグミっていう集団が僕の妹をさらおうとしている。あ、そういうことか。で、その連中は今どこにいるんだ？知らないのか？畜生、使えないやつ、使えないやつだ。あ、でもなんとなく意味わかっ、いや、わからんな。さあ、大変サンバ。大変サンバ、大変サンバ。アキさんの妹ちゃんがさらわれたサンバ。あらあら、大変サンバ。キの妹がさらわれたサンバ、酋長の予言が的中したサンバ。うーん、そうね、まだちょっとこの町来たばっかりやからな、何か嫌な予感がする。王をもたらすものを処刑する、それしか方法はない。え、一体誰が不幸をもたらすものなんだ。いや、ほんと妹ついて書いてあるの、探しに行きよ。ここはこの町で一番偉い酋長さんの家ルンバ。なんか各町にちゃんと一番偉い人がいるっていうシステムね。ちょっとマジでさ、この町も広い、森の中にこう点在してる状態、家が。なので情報収集が厳しいです。だいぶ回ってるけど、村長の予言が正しいみたいなことばっかりみんな言うかな。地下の洞窟はここをまっすぐ西に行ったところにある建物の中の階段を降りれば行けサンバ。行けルンバか。この街はモンスターを捕まえる場所が少ないサンバ。だからみんな地下の洞窟に行って捕まえるサンバ。妹は、夜間が、夜間や。これ不思議やんね。この街でサンバルンバと言わないのは酋長とカキだけサンバ。なんかあるんかな。妹は言うねや。お、来た。酋長がお呼びだサンバ。今すぐ酋長の家に来てくれサンバ。なるほど。街から出ようとすると動くんか。もうわからんかった。よく来てくれた。酋長。酋長で合ってる？酋長やね。この少年です。酋長、わしの近くまで連れてきてくれ。うむ、間違いない。この少年こそ不幸をもたらす者。え、この少年さえいなくなればカキの妹は戻り、この町も再び平和に取り戻す。よってこの少年を処刑する。え、カキ、お前はこの少年の処刑が終わったら妹を探しに行きなさい。はい。ちょっと待ってよ、お前なんで言い返さないんだ。ほんとバカだな、お前って。そいつの妹をさらったのはこいつじゃないで。だってこいつのサゴミのメンバーなんかじゃないもん。それにそんな事件が起こったのもこいつがこの町に来たからじゃない。そんなの単なる偶然さ。こいつがそんなすごい奴に見えるか？ん？俺のことを信じてないな。だったらそいつの妹を連れ戻したら信じてくれるか？酋長。ああ。よかったな、信じてくれるってよ。それじゃあ妹さんを連れて戻ったら、こいつの処刑はなしってことで。いいだろう。酋長、信じてみよう。お前の妹が無事戻ってくればそれでいい。わかりました。では、行ってこい。じゃあ頑張れよ。俺は先に急ぐんで、ここでお別れだ。まあ、お前なら見つけられるさ。じゃあな。もう、あっちゃこっちゃ、あっちゃこっちゃ。君が不幸をもたらすものでないならば、あの子を連れて戻れるはずだ。お前が妹を連れて戻ってこなくたって、僕は自分の力で妹を見つけてやる。ああ、よくないよ、そういうことは。だから、サグミには入らないし、ベリーベストカップにも出ない。よし、よし。ちょっと待って、ここじゃないの？街戻ってきたのに、オネストタウンまで戻、オネストタウンちゃう、セントシティまで戻ってきたよ。え、違う？どこにさらわれたん？さあ、ということで、めちゃくちゃさまよってまして、やっとわかりました。ここに、ここを通ってはいけない、通ってはいけないルンバみたいに喋ってたやつがいたんですけど、あ、間違えた、サンバだったって言っていなくなったんです。
もうこの話ついてこれる？サブミの人間がこの街の住人に変装して、ここを止めてたらしい。わかるかって。一回目は普通に行けたからね。で、二回目話しかけると、こういう風になって進めたと。なやかしか、そのラッパズボン、いや、パンタロン、お前造形だな、久しぶりに言われたな。この街に来ていたのか。邪魔をする気なのか。はい。じゃあ、コースの確認はもうしないです。もう行きましょう。もうなんかもう長い。道に迷った大変さもあるけど、もう一レースが長い。次何？道化師。ちょっと覚え出したわ、もう。いやー、これ一レース、こんな長のうてもええよろしやんか。まだ半分いってへんねんで、これ何これ？どうなってんのこれ？鉄板？あー、トルポン像でも何でもええか。もうこの一枚も。長い。それにしてもよ。これがまあ、何も仕掛けてこないからいいですけど、なんか、交代とか勝手にされたりとか、アイテムを使ってくる敵もいるんで、やっぱり一つのレースがすごい大変。で、レベルが上がらんのじゃ。畜生、こいつマジでうまい。あー、ダース、あー、ダース。めっちゃレベル上げしてるもん、あんた。ほんま、普通にモンスターとか捕まえてる余裕ないわ。テレポーターを手に入れた。何ですって。そんな便利なアイテムが。嘘つき、あ、嘘つきってこれ相手のモンスター入れ替えれる技、アイテムちゃうかな。うまく喋れてる？もう、あかんわ。さっきまで寝てたわ、頭が。ほんま、人殺しのような顔で攻略を進めておりました。マジで道ないやんと思って、やかん。すごいねんって、マジ。洞窟、これなんかギネス載せれるぞ、この洞窟の数、このゲームの。全部の街に洞窟がある。来たねー。え、カモノハシ？めっちゃ可愛いない。めっちゃ可愛いな。じゃあ間違えた。いや、まあ、余裕ではあるのよ。ただ、一試合が長い。そろそろクリアしたいな。もうクリアまで寝ません配信一遍やってみるか。今までやったことないけど。ありかな。よしよしよし。ちょっとずつ近づいてきてはいる。対戦が多い。逃げたかな？いや、めっちゃ長いよ、ステージが。で、この長いステージを、ホネラス久々に見れなかった。もう何度も繰り返し、シュンさん、あとはお願いします。やっとシュンさんとの対戦？繰り返しやってるから、ほら、モンスターの体力がやばいって、ここに来るまでに。なんかあるかな？え、ないで？本当は荷物を運ぶ道具、相手を後ろに移動させるテレポーターか。ちょっと回復が、もう一個しか持ってないけど、一旦道化師につけよっか。めちゃくちゃ走ら、うわ、まだ二択？来た。いやー、長かったー。いや、痛かったよ、しゅんさん。やっぱり来たか。戦闘してこの作戦をお前に聞かれた時に、とことんお前は俺たちの邪魔をしに来ると分かってたさ。そう、俺、濡れ衣までなんか、あれされて、濡れ衣をあれされて。
この女の子を連れ戻しに来たんだろう。うん、そうです。お前に、俺たちの作戦を邪魔されるのは、もうコリゴリだ。いや、もう何を書くにいな。もう、ガチンコや。大ちゃん26しか体力残ってない。いけ。めっちゃ気持ち悪いよね、そのモンスターね。どれなりに。なんかちょっと詰まってきたらアイテム使ってみようかな。全然もう見えへんなってるけど、ユンちゃん。このまま行くかも。溺れてるけど、モネラス。トルポンゾ。ターボ。うわぁ、ターボと同時に呪いかけられた。うまいか。うまいやつかて。なんか道具出す余裕全然ないねんな。テレポーターやってみる？テレポーター。相手見えてへんから意味ないな。はい、ダッシュー。はい、ダッシュー。もう、目が回る。大ちゃんがとにかくめちゃくちゃ強いよな。こんなんもらったやつが一番強いとか、なんか、愛情の行き場がなくなるね。自分が育ててきたやつが強くあって欲しかったのに、俺が一番頑張って育てたクラケンはもうおらんねんで。チームに。どないよ。うわぁ、ちょ、交代したい。あー、海よく。コースレコード出るぐらいの勢いで交代。あ、なんかされた、なんかされた。大ちゃんいけるんか、まだ体力。結構大ちゃん酷使してきたけど。いけた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 。いやー、もう多分総カットですけど、迷うばっかりの映像だったんで、今回は。お、ピピンレベル上がった。いやー、きつかったなー。嘘だろ。俺たち、サグミがこのままで終わると思う。え、もうええやろ。いつか必ずギャフンと言わせて。まだ来るんですか。ありがとう、ルンバ。これでお兄ちゃんが悪い人たちに利用されなくて済む、ルンバ。全部あなたのおかげ、ルンバ。みんなにも知らせ、ルンバ。この街を不幸にする人たちはいなくなった、ルンバ。名前教えて、ルンバ。造形君。造形君がこの街を守ってくれた、ルンバ。あ、年上なんや、この女の人。そう、みんなに教えて、ルンバ。あ、出す。俺も帰る自信ないっすけど、こっから自力で。さあ、首長、造形君疑ったりしてすまんかった。事情はすべてこいつから聞いた。君は全く事件に関係がなかったそうだな。すまない、わしがバカだった。これはせめてもの償いだ、受け取っておくれ。造形は、H の王冠をもらった。首長、わしで力になれることがあれば、いつでも会いに来ておくれ。造形くん、ありがとう、ルンバ。お兄ちゃんも造形くんにお礼言う、ルンバ。ありがとうな。お兄ちゃん。妹が言うたこと繰り返しただけやけど、お兄ちゃん強いっていう話何やったんやろ。どれぐらい強かったんやろね。ちなみに今の何ですか？ H の王冠、とても古い冠、あるモンスターの姿を変える。お！パレオンを連れています。これね、ちょっとだけ見たんやけど、結構かっこいいモンスターとか実はいるんですよ。強い、しかも強さも、うちのメンズはみんなまあ丸20丸程度じゃないですか。こいつら、所詮こんな奴らは。この属性がね、まあ星もありますけど、丸20丸止まりですよ、こんなもん。これが丸だらけだったりとか、星がいくつか、まあまあでも頑張ってんな、みんな。悪くないな。すごいね、属性の強いモンスターたちがいるみたいなんですけど、なかなかちょっとそれは、ミックスしまくってそこに近づけていくらしい。とさ、なんか、もうちょっとチヤホヤされたいねんけど、どう？カキはどこ？カキの家もっと上にあったっけ？うん、困ったことがあったらいつでも、もう終わったこの話。なんかさ、結構僕なりには今回大変だったんですけど、だと、ね、もうちょっといろいろあってもよくね？ほんまこれだけ？
この間は助けてくれてどうもありがとう。時間軸がおかしい。もうここに来るだけで1日経ってるみたいな。火器おらんし。これって、次どこに行くかを一切指し示されてないんですけど。私はもうこの次はじゃあ、ここか、この先か、この先のまたのお越しをお待ちしております。オネストタウン州。で、ここを越えて、あ、来た来た来た、カキ。そう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 。僕はまだお前のことを信用できていないでいる。本当にお前が不幸をもたらすものじゃ なかったのか。だから僕は今からお前を試す。方法は一つ、僕とレースだ。行くぞ。ちょっと待って、カキ、俺今、体力ないねん、みんな。え？え？ほら。だいぶきついで、わ、いけんことないわ。歩くひねって、お前、しゅんちゃんのやつ取ったやろ。同じモンスターやんけど、頭。ここ行って、道化師に帰って、もう、あれ大丈夫かきくん、もう姿見えないけど大丈夫やれるのかな本当に。いやつ。あ、ピペン、ピペン、ここだけちょっとなぁ、なんか戦ってる感じせえへんねんけどなぁ。検問を使った。これで多分見えてないけど、なんか食らってるはずや。道化師だけいつも、なんかすごい大変な作業させられてんねんけど。砂漠誰やっけ、いつも忘れる、ソルポンゾーか。見てて思うか、トルポンゾーがいっちゃん早い気がすんねんな。画面のこの動きが。あ、ちょっと追いついてきてる？まだ中盤やもんね。うわ、なんかかけてきた。道化師がもううちの軸やな。もうこの人ばっかり使ってる。ほら。交代するタイミングがないのよ、彼を。でも意外と経験値もらわれへんね。登場せいな、ウミョックかな。ウミョックの出番少なめかな、ちょっと。またこれ道化師。かわいそう。もう、汗かいてるように見えるもんな。微妙なライン。ちょっと、トルポンゾーに変えるか。追いついてきてんな。トルポンゾーって何？お、またランク上がった。さっきも上がったよ。ミドル級になった。ミドル級になったら、その、モンスターもっと連れていけるとかないんですか？完敗だ。この僕が負けるなんて。これですっきりした。え？お前は今回の事件に何も関係ない。今のレースでそう確信したよ。疑ったりしてすまなかった。それと、妹を助けてくれてありがとう。ちょっと、お前、ちょっと話しようか。なんか、ちょっと、おかしいわ、言ってることが。で、そもそも、シュンと、君が戦えばよかったじゃん。まあ、互角ぐらいやと思うけども。もう一回ぐらい俺、聞かせてもらおうか。君ならきっと優勝できる。僕はそう信じて。何やこいつ。いやー、すっきりせんわー。さあ、ということで、おそらく編集でかなり切ってると思うんです。撮影としては実は3回撮影を行いました、今回。道がとにかく長かったですね。セントシティからこの、オネストタウンだったかな、オネストシティだったかな、ここに来るまでの道のり、それからこのまま、ここに来てからの、サグミを探す道のりの中で、とにかく対戦が多くて、で、一つ一つの対戦が、まあ、5分ぐらいかな、10分とはないと思うんですけど、つどつど止められながら、やってきたので、不満です。
まあでもね、モンスターたちもだいぶレベルが、冒頭の挨拶の時と比べれば、上がってないかな。そんな上がってないかも。経験値見る？すごいのよ。あ、これもうすぐ上がるね。ほら、2000とか、2600とか、3000とかなんですよね。で、1回のレースで、まあ、草レース場とかだと200か300ぐらいもらえたりするんですけど、普通のレースだと150ぐらいしか経験値もらえないので、かなりね、こう、育ちにくくなってきた。だが、なんかざっと見る限り、やっぱポケモンシステムなので、ダブルレベル60ぐらいまで行かないと最終戦は戦えないんじゃないかなと思ってるんですけどね。街としてはオネストタウン来たんで、あとはポルト、モリソン。今からポルトに向かうことになるのかな。そしてモリソンタウン、パリスシティと、まあちょっとね、街の数も減ってきてはいるんですけど、大変。まあまあ、短く頑張って編集したいと思いますので、ぜひともね、また見に来ていただけたらなと。ハキ君かな、とはちょっとうまくやっていけないなっていう感じでしたね。では、ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。アトリエ造形の王様では、たくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など、人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。